ダークネスゲーム、シュラです。今回は前回の動画でメガナイトコカツ使ってほしいっていうコメントがあったので解説していきます。まあ全勝してるのでぜひ最後までご覧ください。面白かったらチャンネル登録もよろしくお願いします。まずは一戦目、リックさんですね。で、こういう手札の時なんですけど、とりあえずディガーは飛ばしていいと思います。で、初手ディガーコウモリっていうやんちゃなことしてもね、相手に呪文がない時は大ダメージ与えられるので強いと思います。こんな感じで、コウモリだけでね、ハンターあそこまで削れたりするので、コウモリはまあ、ディガーとかつけてあげるとめっちゃ強いですね。こんな感じで、後ろからギャング出してあげれば、複数の相手に同時にターゲットを移らせることができると思います。で、やることがないなっていう時は、スケルトンバレル飛ばしてあげればいいと思います。ヤリゴブリンとかギャングとか、ちっちゃなユニットをたくさん出せるデッキなので、早めに回転をすることを意識してれば、まあいい感じにできるかなと思います。そしてこのようにユニットが溜まった時はもう遠慮なくね、メガナイトドシンとやっちゃっていいです。そしたらメガナイトの後ろにコウモリとかつけてあげれば、相手はね、さらにこう呪文とかを咲かざるを得なくなります。今回はディガーまで飛ばしたんですけど、コウモリが生きてた場合はディガーまで届くっていうか、まあこんな感じでザップとか入れれば、さらにメガナイトを生かすことができて、この一発もさっきザップ打ったからですね。こんな感じでディガーをね、合間に飛ばすっていうことができれば、ザップでターゲット変更ができるので、とても強いと思います。ぜひ見極めていきましょう。相手はローリングウッド使ったばっかりなので、ゴブリンの檻とかで、まあ防衛するしかなく、で、さらにそのゴブリンの檻から出てきたリベンジゴブリンには、槍ゴブリンとか当ててあげれば安全に処理することができます。そしたら、その生き残った槍ゴブリンとかをさらにディガーとかで生き残してあげればいいんですけどね。まあこんな感じで、後ろから相手メガナイト出てきたなっていう時は、早めにインフェルノドラゴン出してもいいんですけど、さっきエレクトロウィザードいたの覚えてますか？そういう時にはインフェルノドラゴンは、まあエレクトロウィザードの効果ですぐにやられてしまう可能性が高いので、後ろからね、インフェルノドラゴン出してあげれば、相手のエレクトロウィザードの攻撃を食らうことなくメガナイトを送り届けることができます。はい。で、こんな感じでね、メガナイトやられてしまったって時でも別に焦らなくていいです。ディガーとかギャングとかね、うまい感じに防衛できるやつがたくさんいるので、何も心配いりません。で、ヤリゴブリンとかで警戒した後、またスケルトンバレルを出してあげれば、相手はゴブリンの檻か、今度はローリングバーバリアンを咲かざるを得なくなります。相手の呪文をとにかく枯渇させていくのが、まあ、メガナイト枯渇のいいところなので、インフェルノドラゴンを後ろに出しつつ、メガナイトで牽制。はい、これがまあ、基本的な型っていう感じになりますかね。で、そしたら、また今度はメガナイトと、あと、ヤリゴブリンとか、そういうのが生きるので、そしたらまたディガーを前に繋げていくっていう感じです。無限に攻め続けられるデッキですね。その結果、攻撃のサイクルで相手のデッキがね、いろいろ崩れてるので、こっちはダメージをほぼ食らうことなく、安全に攻めができています。で、こんな感じでゴブリンの檻とかで、毎回毎回出されて、まあ、しょうがないんですよ、こういうのは。とにかく出させて、で、ヤリゴブリンとかで安定した処理をしつつ、ディガーで着実なダメージをしていくっていう感じです。で、さっきも言ったように、エレクトロウィザードがいるっていう時は、インフェルノドラゴンは、後ろ目から、こう展開していきましょう。で、スケルトンラッシュみたいな、まあ、小物がたくさん来たっていう時は、いや、ゴブリンギャング出しとけば、結構安全に守れるので、何も問題はないです。はい。そしたらもう、あとは、スケラの警戒はしなくていいですね。もう、ディガーとスケルトンバレルを、たくさん回すだけで勝てるってところまで来てるので、あとは安全にインフェルノドラゴンとかで、相手のメガナイトを倒しつつ、っていう感じです。で、後ろからインフェルノドラゴンを出しておいて、エレクトロウィザードをメガナイトで踏むっていう感じにすれば、いい感じに形が組めると思います。さっきも言った通り、ディガーコウモリの形は強いし、今回はメガナイトとインフェルノドラゴンもいるので、相手はさすがに防衛が間に合わずに、ディガーをカツカツ食らって、グッドゲームだ。それでは次の試合です。お相手は X ボーライダーさんです。特にやることがないなーっていう手札の時は、端前やりゴブリンとかしてあげると、相手に何か使わせてあげられるので、強いと思います。橋を渡ってくる単体のバーバリアンは、タワーだけで放置でも倒すことができるので、特に無視でいいです。で、残ったコウモリにはディガーをつけてあげましょう。このコウモリもね、結構厄介なので、相手は何かしら出さざるを得なくなります。ゴブリンギャングも、槍ゴブリンがうまい感じに仕事をするので、防衛に全然使っていいと思います。ライトニングドラゴンは、もう全然倒し方がわかんないので、放置でいいと思います。まあ、するにしても、タワーにターゲットが行ってから、槍ゴブリンとかで牽制した感じですね。で、こうやって、相手のバトルヒーラーとかは、まあ、コウモリとかつけてあげれば早めに倒すことができます。そしたら今度はまたこのコウモリにディガーをつけてあげましょう。お相手は見た感じ、あれですね、エリゴレなんですけど、
エリゴレはまあ若干相性悪いかなぐらいですかね。こちらのインフェルノドラゴンが相手のライトニングドラゴンで全く意味がなくなってしまうっていうのがあるんですけど、バーバリアンの小屋には後ろからメガナイトを出してあげればまあいい感じに防衛できるかなと思います。で、逆サイドにスケルトンバレルとかをやってあげると、相手はトルネードかローリングバーバリアンを使わざるを得なくなるので、それも枯渇となっていい感じですね。スケルトンバレルは相手に呪文を使わせても爆発ダメージがタワーに入るので全然出しちゃって OK です。で、相手のライトニングドラゴンすごい邪魔なんですけど、こういう時ってもう守れないんですよね。守れない時はどうするかっていうと、逆サイドにギャングとかディガーやっちゃってとにかく降りに行きます。で、エレクトラスピリットごときじゃね、槍ゴブリンとか倒されないんで、うまい感じにこうやって右のタワーを倒しに行ったら、今度は残ったね、このエリゴレとかをメガナイトで踏んづけていきましょう。メガナイト以外のカードは基本的には3コストとか結構比較的優しめなコストで構成されてるので、エリゴレを倒してしまえば4コストアドが取れて、まあスケルトンバレルとかでうまい感じにやれるって感じです。で、スケルトンバレルにはディガーとか合わせてあげると、まあ結構うまい感じに骨が刺さるかなって感じです。また後ろからメガナイトとか出してもいいんですけど、相手の出方によりますかね。まあとりあえず今の場合は出しておきます。何が厄介なのかっていうと、バトルヒーラーを即倒せるような戦力がこちらにないことと、ライトニングドラゴンによってインフェルノドラゴンが全く歯が立たなくなるってことなので、隙間を見てね、スケルトンバレルで防衛もしつつディガーとかでちょくちょく削っていくっていうのを繰り返すといいと思います。で、こちらにはメガナイトが今2体いるので、もうガンガン踏んづけてね、エリクサにしてやりましょう。そしたらまあライトニングドラゴンが感知しないだろうなってあたりにインフェルノドラゴンを当ててあげると、ベビードラゴンもね比較的簡単に倒すことができるのでおすすめです。ギャングとかでとにかくライトニングドラゴンのターゲットを取ります。その間にインフェルノドラゴンがうまい感じに倒してくれます。スケルトンバレルは全然防衛に使っていいです。じゃないとね、もう負けてしまうんで。で、そしたらみんな踏んづけられる位置でうまい感じにエリゴレとか、あとはバトルヒーラーとかを倒してあげて、で、残ったエリゴレはもうコストに変えて、あとはね、この残ったギャングとかガーもつけて全部もうフルで突撃しましょう。相手のババ小屋はこの位置とかのね、インフェルノドラゴンでうまい感じに倒してあげられるので、で、ババ小屋がないってことはスケルトンバレルが刺さるし、今度はね、槍ゴブ気持ち悪いですよね、これ。で、相手もローリングバーバリアンを使うんですが、まあ横から来たゴブリンとかに全然防げてないと。で、そしたら残った奴らにはザップとか打って、メガナイト入るか入らないけど、スケルトンバレルの爆破でグッドゲーム。で、これが最後の試合、ヒットマンさんですね。はい、先ほどもお話ししたように、手札特にやることがないなっていう時は、端前槍ゴブリンとかスケルトンバレルとかをやってあげると、相手に呪文がない時うまく刺さるのでおすすめです。スケルトンバレルに何もしなかったら、こいつ放置かって思いますけど、まあ、全然そんなことはないんですよね。で、コウモリとかで、あのバーバリアンね、放置でも倒せるんですけど、コウモリを出した後、まあディガーはね、逆サイドとかにやってあげれば、今回ベビードラゴンにね、溶かされてしまうんで、それはしょうがないって感じです。で、インフェルノドラゴンをね、早めに出してあげればメガナイトとかも倒せるし、真ん中ギャングでベビードラゴンとメガナイトをどっちもターゲット取れるんですよね。槍ゴブリンをうまく活かすって感じです。そしたら左インフェルノドラゴン行ってるので、左につけてもいいんですけど、あの位置に小屋が出てきたってことは、僕だったら右にスケルトンバレルを出すかなと言っときつつ、コウモリでリベンジゴブリンを倒した後バレルつけて、まあこんな感じでね、コウモリバレルって意外と強い仕組みなんですよ。で、相手のトルネもこの位置だったらちょっとね、うまくいかなかったようですね。で、ローリングバーバリアンはまあ槍ゴブとかで倒して、僕はこの後ディガーつけます。とにかくね、このちっちゃな小物たちにディガーをつけることによって、うまい感じに攻めができると思います。ベビードラゴンとかもね、倒す手段ないんですけど、こんな感じで横からギャングを出してあげると、こうやってゴブリンでうまい感じに防衛しつつ槍ゴブリンが刺さるっていう、ちょっとしたテクニックですね、これは。はい、こんな感じの防衛もあるよっていうので、今ちょっと紹介しておきました。で、相手今インフェルノドラゴンが来たんですけど、ああいうのって邪魔じゃないですか。なのでこちらも消したいので、インフェルノドラゴンを後ろから展開していきます。で、コウモリでスケラは守りつつ、槍ゴブリンを置いてあげることによって、まあインフェルノドラゴンも倒せるかなって感じです。そしたらこっちはコストが結構お得なんですけど、ザップつけた後スケルトンバレルでね、インフェルノドラゴンの前に出してあげれば、ディガーとか出して相手もなかなかね、牽制しづらくなってくるんで。そしたらゴブリンの檻から出てきたリベンジゴブリンはスケルトンとインフェルノドラゴンで倒せますし、
またインフェルノドラゴンを後ろから出せば、まあこちらもさっきと同じようなサイクルで攻めができるかなって感じです。でベビードラゴンとかにはもうヤリゴブとか倒せれちゃうし、スケラ来るのも分かってたんで後ろからギャング出して、でここうまい感じにザップやってあげればインフェルノドラゴン一方的に倒せるので、メガナイトとかでうまい感じにスケの防衛もしつつ、で今度はディガーとかスケルトンバレルとかで一気に形を組んでいきます。いやー毎回思うんですけど、ゴブリンの檻って万能ですよね。まあ万能ではあるんですが、まあめちゃくちゃ強いとかってほどでもないと。でうまい感じにザップもやってメガナイト生かしたかったんですけど、ここでインフェルノドラゴンに当たらなかったと。当たらないんですけど、残り154ということは察しのいい人ならわかると思いますが、まあディガーの一発とスケルトンバレルとかで処理が簡単になると。でさっきも言った通り、スケルトンバレルは防衛に使った燃やしで、スケラにはギャングを放ってあげましょう。もうこれで相手のコストはないかなっていう時にスケルトンがねうまい感じに攻撃してくれたので、ディガーでバシュンと、これでグッドゲームです。というわけでメガナイト枯渇の解説だったんですけど、いかがだったでしょうか。わかりにくいなとかあったらね、コメント欄で全然募集してるので、いくらでもコメントしてください。もうウェルカムです。あとはまあ面白かったり参考になったとかあったら、もうそれもねチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。次の動画もお待ちください。